手前の通りが、堺筋、右奥が、土壌町通り、左手前が、伏見町通。伏見町通り沿いに立つのが、左手前の角から奥に向かって、衣装像、二階像、三階像。それら以外がすべて母屋であり、土壌町通りに面して、角口がある。旧古西家住宅資料館は、大阪府大阪市中央区の船場にある、企業ミュージアム、歴史的建造物である。 1900年代に建てられた和風の商家であり、その大部分が重要文化財に指定されている。1996年12月20日に、母屋、衣装像、二階像、三階像が登録有形文化財に登録された。また2001年6月15日には、母屋、衣装像、二階像を及び宅地が重要文化財に指定された。長らく小にしないし、 その関連会社が社屋や事務所として使用してきたこともあり内部は非公開であったが、かねてから一般公開を望む声が上がっていたこと。2020年に小西が創業150年を迎えることもあり、周年記念事業の目玉として1年の期間と1億円以上の費用をかけて資料館に回収、2020年より一般公開されるようになった。 かつて店舗として使用していた建物の前方が展示室となっており映像コーナーでは企業の歩みの紹介や大阪市電が走った頃の風景の動画が映し出される他にも書院と二日苔むした中庭や高い吹き抜けのある台所も見学できるなお2階部分は従来通り非公開となっているが婦人の間や子供部屋の他に小部屋が多数あり当時は家族や 従業員、女中など50人近くが寝起きしていたと伝えられている。入館料は無料だが、見学は完全予約制であり、申し込みはウェブサイトの専用フォームでのみ受け付けている。また、見学は毎週火曜日と金曜日のみとなっている。1903年、小西屋の屋敷喧社屋として、約3年間の後期を経て完成した。敷地面積は、 約1060平方メートルにも及ぶ。南は、土壌町通り、西は、堺筋、北は、伏見町通に、それぞれ面した約315坪の敷地に建設され、土壌町通り沿いに立つ母屋とその東側に立つ名や堺筋沿いには柏、柏子伏見町通り沿いには、土蔵と名やさらに母屋の裏には、湯殿が設けられた。母屋は、表通りに面して、 秋内を行う店棟と、その奥にある住まいを中庭で結んだ表屋作りと呼ばれるものである。完成当初は、母屋の一部が3階建てとなっており、近代大阪の町屋の特徴である土蔵作り、3階建て、表屋作りを備えていたという。建築当初は、境筋沿いの歩道のあたりまであったが、1911年8月、 堺井筋の拡張工事に伴い堺井筋に面した薬島、分が道路用地として収容された。のきぎりと呼ばれた。この道路拡張により、その大部分が道路用地となった貸屋はそれを機械に撤去され、母屋も西側約三軒分が削り取られた。これに伴い伏見町通りとの角地となった場所に、新しく衣装像が建てられた。また1923年に起こった、 関東大震災を機に地震への備えとして3階部分が撤去されたことにより、ほぼ現在の外観となった。この時に撤去された3階部分への階段は、現在も残されているという。1971年までは小西家の住宅として使われており、住民がいたほか、1994年までは本社として機能し、2019年に改修に入るまでは、 関連会社の事務所として使われた大阪市中央区の近代建築に2009年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ第27から0001号第27から0002号第27から0003号第27から0004号,ら000号重要文化財指定により主や衣装像二階像は 登録有形文化財としての登録が抹消された ABCD ボンドの小西旧社屋の明治建築を公開大阪商人の始末伝える。産経新聞 https://www.sankei.com/.est/.news/.210212/.wst2102120008-n1.html2021 年2月12日閲覧。ありがとうございます。